はい、皆さんこんにちは。ジュラシックアダライブ、今日は限定 DNA トーナメントということでやっていきたいと思うんですが、今回はですね、推奨生物レベルじゃないや、ルールがですね、ハイブリッド種限定ということになっていて、レアとエピックしか出せないっていうことなので、このアカウントではかなり不利ですね、特に育てていないので何を出していくかってことになるんだけど、なのでいつものように、まあ、10体どうやって倒すかという話になってくると、まずはね、抗体打撃で、はい、ケブカサイのようにですね1119打てるっていうものは結構大事かなっていう気がいたしますよね。で、あとはですね、本当に低いので高いのから並べていくと、まあこんな感じですか。ブラキオ、イリタトルはね、ちょっとさすがにレイドしか出せないので、イリタトル、あとスピノはレベル10なんだけど、脱走のやつ持ってるので、あとね、継続ダメージがあるのでワンチャンいける可能性があるからいいと思うんですけど、あとは、アロかな。アロサウルス第二世代は、まあ、あの体力ないんだけどパワーでなんとか少しなるかもしれないというとこと、あと1個何出すかなんだけど、まあこの辺でね、結構早いの出したいんだけどもうないんですよね。で、マイアサウラなんだろうな。あの、仮にスピードが勝ってなくてもですね、先制攻撃で1520、は打てるので、まあ、この辺を出していくっていうしかないですね。もう、このぐらいしか勝ちようがないですね。はい、このメンバーでね、行ってみたいと思います。はい、なので、勝つのはかなり難しいと思いますので、こちらのアカウントの場合は、とにかくですね、10体倒すということのためにやりたいと思いますので、ちょっとですね、どのぐらい時間かかるか分かりませんが、はい、とにかくね、確実に倒していくという形。あ、そうだ、ドラコいなかったな。ドラコ第二世代は出してもよかったかもしれないですね。はい、では行ってみましょうか。さあ、厳しい戦いになると思うんですが、どうでしょうかね。なるほど、なるほど。はい、これはとりあえず最初はですね、ゴルゴを出して、まあ1ターン耐えてですね、もう削るだけ削るっていうところになるでしょう。あ、いい戦いですね。はい、これは1ターンは耐えれるんだけど、次のターンもギリギリいけるぐらいなのかな。ギリいけるのかな。あ、クリティカルが出たら無理ですね。あ、でもこっち側もクリティカル出たからラッキーですね。ここまで削ってくれれば、はい、ケブカサイを出してとりあえず1個倒しておくということでいいと思います。もうこれしかない。はい、これでとりあえずね、1119、はい、これでいいです、いいです。もうあとはね、でも向こうはディメントロドンぐらい出してくるってことを考えればそんなに強くないかもしれないですね。はい、ここどっち出してくるんだろう。おそらく、はい、1.5倍、そうですね、猛攻打ってくると思うんですよね。はい、で一応こっち側も先手取っているので、ここで削れるだけ削っておきましょうかね。これでクリティカル出るか嬉しいんだけどな。出ないね。はい、出ないともうこれやれちゃうんで、はい、ここまで来れば、はい、先手さえ取れれば OK なので、逆にエルリコとかを出してスピードを上げていくことができれば、次のターンで先手も取れる確率が高くなる。あ、ディプロドクス来ましたかね。こうなるとね、結構きついですよね。スピード落とされますからね。これでスピードを上げても逆転できないもんね。そうすると2238だと、あ、ぴったりなのか。あ、でも遅延1か。遅延1だから、はい、ここはもう削るだけ削っときましょう。はい、なんとか耐えて削るだけ削っときましょうかね。はい、ここまで削っておいて、はい、次のターンでやられちゃうので、ここはもうね、ゴルゴちょっと遅いやつ犠牲になって、はい、これをね使っちゃいましょうと。はい、これしょうがないね。はい、これで使わせておいて、はい、ここからなんですけど、はい、どうしようかな。あと1個ぐらい取れたりするのかな。はい、これより早いのを出していけば2389じゃ倒しきれないね。となると、はい、マイアサウラーを出してとりあえず先制を打っていくしかないでしょう。
これで削れるだけ削って、はい、向こうのこの1ターンに耐えて、で復活も、あきついね、きつい。はい、ここで1回復活を打っておいて、ああそうきます。そうきたらアウトだな。それは無理だね。これドラクレックス第2世代って僕持ってなかったんだっけ。レベルがそんなに高いの持ってなかったんだっけな。それはちょっと1個出しといてもいいのかなって気はするんですけど、はい、いくつなんだっけ、レベルいくつのを持ってたんだっけね。あ、全然か、10か、10じゃちょっときついね。503か、503じゃちょっときついな。はい、まあ、あとコンプね、これもいいんだけど、そうね、その辺を出していくっていうのも手かな。まあゴルゴを出すのもいいけど、コンプ出してもいいんだけど、これ11なんだよな。11はきついよね。これを出すか、もう一個レアのコンプですね。こっちもレベル低いからね。こっちもレベル6とかしかないから、これもいいんだけどね。必ず先制が打てるからね。でも414しかないんで、ちょっとさすがに難しいから、はい、ここはスピノか。スピノのこっち側の方は、480か、480。こっち側はこっちよりも強いか。脱走負荷は持ってる。こっちも脱走負荷持ってたよね。こっちの方がまだいいのかな、じゃあ。若干いいのかな。122。スピード122だから、一緒。あ、そうね。こっちの方がまだいいんだな。はい、こっちのスピノの方がいいですね。で、ディプロドクスはスピード落とすのがあるので、ちょっといいかもしれないですね。いいんだけど、ブラキオのようなもので行くよりも、ディプロドクスを出した方がいいかもしれないな。でも20でしょって、こっちのね、ディプロドクスって押す、ね、11なんだよね。11はきついな。はい、しょうがないね。これで行くしかないでしょう。はい、コンプはちょっと11きついので、ちょっと、やっぱりゴルゴに戻しますね。はい、じゃあもう一回これで行ってみましょうかね。さあ、はい、とにかくね、勝てることは無理なんで、はい、10体倒すため頑張りましょうということでやっていきます。結構今日のはレベル低いんで、もしかしたら皆さんの中でレベルが低い方も、始められた方も参考になるんじゃないかなと思いますので、はい、まずはこれはですね、はい、ティラノ。ティラノはあわよくばね、1体倒しきれることができます。1ターン耐えれれば、はい。ああ、いいですね。ブラキオさんは、はい、とにかくもう削るだけ削っておきましょうと。あ、しかもスピード落としてこなかったね。あ、自分が勝ってんのか。はい、ここまで削っておけば次のターンで1ターン耐えられるから、はい、もうここは削るだけ削っておきましょう。はい、これ耐えられれば OK ですね。はい、削るだけ削って倒しとけば OK、 1体倒せればもう十分ですね。さあ続いていきましょうかね。さあここでさすがにこれより早いのは出してくると思うんだけど、1119だと1回でやられちゃうので、ここはどうしようかな。ちょっとね、2体倒す作戦に行きましょう。ブラキオを出して1ターン耐えてですね、でマイアサウラーとの組み合わせ技をちょっとやっていきたいので、はい、ここで、はい、スピードを落とすのを持ってない。ここで回避持ってるからね。あ、これいきなり逃げるのね。あ、きついね。そうくるか、そうくるか。これきついな。一応こっちが先手持ってたから、はい、削れるだけ削ってアロに変わりたいとこですね。はい、とにかくこれ削れるだけ削ります。まあ、こいつが出てくるのね、亀が出てくるのはもうね、想像ついていたので、もうここは削れるだけ削って、はい、
全然削れなかったけど、あ、でもこっち側に戻ってきたからラッキーだな。もうちょい削りましょう。あ、オッケーオッケー、ここまで削れればオッケーですね。はい、ここでアローを出します。はい、アローを出して、こっちが先手持っているので、はい、ここで削っていけばいいでしょう。さあどうする、さあどうする、交代するか。よし、これで2個ですね。これ2個だと大きいですね。さあこれでアローが次、はい、ここはどっちが削れるのかな。もう削れるだけ削った方がいいですね。回避があるのでどっちにしろもうきついんで、はい、ここまで削っておけばいいと思うんですけど、で次のターンでどっちにしろやられちゃうので、はい、ここで、はい、やられてマイアサーラを出した方がいい気がしますね。あ、交代してくるもんね。交代してくるからここで、はい、変に交代したら厄介な。ティタノボアか。なるほど。これって115か。はい、これはもうどっちにしろ無理なんで、はい、マイアサウラ出して、はい、先制を打っていくしかないでしょう。どっちにしろね、スピード落とされちゃうんで、無理なんですよね。これで倒せなければ無理なんですよね。うん。はい。これは仕方ない。これはね、無理です。2体取れれば OK ですね。さあ、やっていきましょう。はい。なかなか厳しい戦いになってますが、はい。3戦目、いきましょう。3戦目になりましたね。さあ、今度はね、ちょっとは、いいメンツが出てくれるといいなと思うんですけど、どうでしょうか。これもまた厳しいけど、ケブカサイが出てくれたので、まあ、ここにちょっとかけたいとこではあります。またオルニーか。オルニー結構来るな。はい、オルニーね、このあと逃げるんだよね、次のターンでね。次のターンで2500って逃げるんだよね。はい、それが分かってるので、はい、先にもう仕掛けちゃいますが、これでスタンかかってくれると嬉しいよと。はい、逃げますよね。さあ、このパターンもありなのかな。でもこっち側もオルニーそんなにスピードも、あ、一応こっちの方がスピード速かったね。さあ、これで、はい、削れるだけ削っておきたいとこですね。削ってそこで次にですね、はい、あ、ここまで削れば OK ですね。ここまで削れれば OK。 さあ、これでエルリコを出すか。はい、こっち側だと1500しか出せないからエルリコですね。はい、エルリコを出して、とにかく1個倒しときましょうと。あ、ケブカサイ来るんか。いやー、この槍、これきついな。これきつい。あ、よかった、スタンかからなかった。スタンかからないと助かる。はい、ここで牽制を打っておきましょうと。あ、でも強靭打ってくるな。強靭打ってくると思うんだけど、1個も取れないね。はい、1個取れそうか。はい、ここでアロ出していけば1個は取れるんじゃないかなと思いますね。まあ、とりあえずもう向こうは2個取ってるから削るだけ削ってくると思うんですよね。はい、そうですね。はい、これでとにかく1個取っておきましょう。それでいいと思います。さあ、もうこれどっちにしろもう絶対勝てないんで、次先手取れることもほぼ無理なんで、あ、またオルニーか。オルニー強えな。
1253。もうこれは、はい、もう2個取りに行けますよ。はい、2個無理やり取りに、あ、残ったし、残ったか。ここまでやって残られるともう無理だよね。はい、次逃げるでしょ。逃げて一撃離脱でも足りないから、はい、これで無理だと思うんで、オルニーか。オルニーの交代パターン出されると結構きついね。これでもレベル的にはそんなに多分変わらないと思うんですけどね。オルニーを出してくるっていうのは意外にいいかもしれないので、ちょっと見直しを考えてみたいと思うんだけど、ただこっちオルニーレベル低いっしょ。21でしょ、さっきの10だもんね。無理だよね。オルニー出せると結構ね強いっすよね。うん、コンプ並みの、面白さはありますよね。回避が打てて、で次逃げるというねのができますから、結構いけるんですけど、とにかくこれは駒がないので、少ない駒で勝負しかいけないので厳しいです。ああ、これね、これはもうとにかく、はい、スピノのスピードに、あ、いいっすね。いや、これ嫌なんじゃないかな。向こう一番嫌な相手に当たったね。これ打たれるのが亀は一番嫌だと思う。はい、これ打たれるのが嫌。はい、でこれで向こう逃げれないしね。逃げれないから、次の1ターンで1204で倒せないでしょう。はい、うん、これ嫌な相手だと思うよ。6かかってるからね。さあ頑張って復活していくんだけど、またこれを削られると。でこれディレイ2だから、もう1回こっち側にチャンスがあるので、1397とまだ毛深さえも打てないので、とにかくもうちょっと削りますね。はい、全然削れない。はい、ここまで削って、はい、出します。はい、まあここはもうねしょうがないですね。はい、削るだけ削っていきましょうよということで、さあここで、はい、ただロックはかかっているので、いずれにせよ厳しいんですけど、113だから、はい、ここはもう、はい、ここ耐えておけば1個は取れるでしょうと。 OKOK、 1個取れれば OK ですね。さあこれでロックが外れるのかな。あー、またロック同士来たね。ロック同士が来たけど、これは、はい、スピノをとにかく出していきたいので、これ一応1ターン耐えますけど、はい、ここでスピノを出していきます。じゃないともうこれロックかかってるから逃げれないので、とにかくここで、はい、継続ダメージを与えると。向こうは交代代金を出して毛深さ出されたらアウト。はい、まあまあいいでしょう。これで削っていきましょうということですね。これで OK です。 OK です。で削っていって、はい、体力が奪われた状態にして、こっち側が体力あるのを出していけばいいと思うんだけど、これどっちがいいかな。ゴルゴから行ってみますかね。ゴルゴで行ってみれば、1ターン耐えれれば、はい、この1ターン耐えれれば、はい、2つは取れるかな。 OK、 2つ取れれば OK ですね。どっちにしろ次は無理なんで、ティラノか。ティラノ早いの。なおかつ、はい、いきなり2000クラスが来るので、はい、ここで仮にブラキオに変えても厳しいですね。ブラキオに変えて、はい、1ターン耐えたとしても、はい、ここで3300は打てないからね。どっちにしろ、はい、これしか打てないんで、さすがに無理ですね。はい、これはしょうがない。はい、ということでですね、2体倒せれば OK ですね。しかし一勝もまだできないんだね。これはね、かなりきつい試練ですね。
いや、このメンツでこのね縛りはねかなりきついのでしょうがないですね。前回はね連勝連勝しましたけど、今回はずっと連敗連敗ですね。はい、とにかくもう10体倒すということだけにしかモチベーションないですね。さあやっていきましょう。さあどうしよっかな。はい、これは、はい、ティラノで1ターン耐えて1体倒せればラッキー。うん、ブラキオ来るか。さあここで、はい、もう削るだけ削っておけば、はい、ここでケブカサいるので、はい、1119ですね以上は削れると思うので、あ、いきなり交代してくる。ほう、ただこれラッキーなんじゃないかな。犠牲にしたの、なんで意味わかんねえ。キラコタトルじゃないから交代の抑制使えねえんだけどな。ラッキー、これラッキーだな。失敗したね、向こう間違えたと思う。ケブカサイそのまま出してきちゃいけんしょ。はい、これは勝てるぞ、これはあわよくば勝てるぞ。あ、しかもレベル14だからこれは相手にかなり格下ですね。ラッキーですね、これ初めて勝てるかもしれない。しかもいきなりシールド張ってくるし、意味ねーって感じですね。ラッキーラッキー、はい、これはラッキーです。ということは次これで2500を1回で倒せるものは持ってないと思われるんですよね。そうすると1ターン耐えれればケブカサイとの組み合わせで奇跡の初勝利となりそうですね。カメでも出してくるか。あ、ここでブラキオ来る。ただブラキオそこで出すときついと思いますよ。1ターン耐えたらケブカサイ出てきますからね。はい、まあまあ向こうは分かんないですからね、頑張ってるんでしょうけど、はい、これはちょっと見えた感があります。はい、弱体化もちゃんと洗浄できるし、はい、ここまで削れるし、さあ次1226しか打てないから、はい、これで1ターン耐えれると勝ちですね。ケブカサイの出番までなしね、いけそうな感じですね。はい、これしか打てないんで、はい、ここで弱体化も洗浄できた上に、いいですね。いやー、これしかも一つも落とさないで、勝てましたので、はい、弱い相手が出てきてくれて助かりましたね。まあこっちも連敗してるからね、多分向こうもね、この運営側も弱いのを出してくれたんだと思いますけど、はい、ラッキーです。これは大きいね。これで9体まで来ましたから、これは大きいですよ。さあやっていきますよ。いよいよ見えました、あと一つなので、とにかくね濃すぎ手を使ってもいいので1体倒せば OK ですからね。はい、気が楽になりましたね、これかなり気が楽になりました。はいはい、来ました。これはスピノさんの出番ですけど、これでスピードがハイの出されたらアウトです。早いのが来た気がするぞ。はい、1227ぐらい打たれるのか、まあいいですね。はい、これはもう削るだけ削らないと、これどっちにしろ逃げれないやつだから、これ打たれるのが一番向こうは嫌。はい、戦場持ってるのかな。はい、これここまで削られれば OK ですね。どっちにしろやられるんで、はい、ここまで削れれば OK。 しかもこっち側の方が、はい、先手を持っている。はい、ここもう先制使っちゃいますよ。さあどうするかな、交代するかな。やった、よし、これで、はい、1体倒りましたから今日のゲームは終了ですね。さああとはね楽しんでやっていきましょう。まあこのメンツで、わあ、まあめんどくさいやつが来た。このメンツで勝てるってことはかなり難しいので、はい、895打ってくるんですね。ということは1ターンでは無理ですね。次のターンもまた895打ってくると思うので、はい、しかもこれ脱走負荷持ってるもんね、だからどうしようもないんだよね。一応復活とか打ってますけど、
無理なんだよね。さあここは体力勝負でいきましょうかね。さあここは回避持っているので強靭を打っていきますけど、しかしようみんな20まで上げてるな。はい、これは強靭でいきますよ。強靭で復活打ってきますね。さあここはちょっと、はい、怒りの、はい、打っていきますけども、どっちにしろこれ勝てないんで早く終わらせろって話なんだけど、もう体力勝負になってますね。さあこれで、はい、1ターン耐えれればなんとかなるかもしれない。これ逃げるかな。ああなるほどね。はい、ディプロドクスが打ってスロー打ってきますか。まあこっちね2個取ってるの、あ向こう2個取ってるので、はい、もう余裕ですよね。はい、ということで、はい、負けでいいのでクリティカルが出て倒せたりしない、しないか。これでもスピード落とされちゃうからこれで結構きついと思うんですけど、なんとか耐えたな、なんとか耐えたけど、はい、ここでもう無理なんでね変えますけどね。さあ向こうがここで、はい、スピード落としてくるから向こう2回打てちゃうので、もうどう考えても無理なんでね。はい、ブラキオに変えたとしてももう無理ですね。はい、ということで1個取りましたからこれで終わりになりますかね。はい、ということで10体いったかな。はい、行きましたね。ということで今日はここまでということになりますね。ありがとうございました。ではまた明日。